どうも、ルートです。今日はジェル君に検証ドッキリをしてみたいと思います。今回の検証ドッキリはこちら。ででん。ジェル君に大喜利を振って、全く面白くないふりをし続けたら、ジェル君はどんな反応をするのか。ジェル君は笑いの天才のエンターテイナーなんですよ。めちゃくちゃ面白いんですよ。そんなジェル君だからこそ、どんな反応をするのか。気になりますね。それでは早速ジェル君と動画を撮る約束をしてあるので通話をかけていきたいと思います。それでは行ってみよう。もしもーし。あ、もしもーし。やりますか。やるか。え、今日動画どんな感じなの。今日の動画は、うん、ちょっとまだ考えてない。あ、考えてないね。じゃあどうしようか。これからでございます。あ、なるほど。これからなんですけど、うん、え、ちょっと動画撮る前に、うん、ジェル君めちゃめちゃ面白いじゃん。あー、まあ知ってる。いや、思うの、うん知ってる、うん、本当に天才だなって思って、うん、ああ、ルーちゃんよく褒めてくれるよな。そう、あの、うん、僕ジェル君みたいに人を笑わせたりできないの。おー、だからちょっと教えてほしいなって思って。なるほどね。俺が先生になるわけな。そう、ちょっとあのこれから撮る動画にも生かしたい、それを。なるほどなるほど、オッケーオッケー。動画ではもうジェル君と同じぐらいみんなのこと笑わせたいんだよ、僕。あー、なるほど。練習みたいな感じ。教えてほしいんだよね。あ、オッケーオッケー。だからあの大喜利するから、うん、答えてくれない。シンプルやな。OK、 任せて。いや、用意してきたんですよ、大喜利を。マジ？そう、あの企画は用意してないけど、うん、大喜利は用意してきた。ああ、なるほど。まずそれで練習してからってことか。あ、そうそう、だからその後僕にも大喜利して。あ、了解了解。大喜利は得意からね。マジで面白い答えを一瞬で思いつくから。じゃあいくよ。こんな YouTuber は嫌だ。こんな YouTuber は嫌だ。オープニングが毎回17分。うん、いやいやいや、まだあるやろ、まだあるやろ、まだあるやろ。あ、じゃあ文句いくね。うん。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルは。マニアックすぎて売れない写真集のタイトル、世界の孫の手写真集。うん、いやいや、え、ま、あ、え、いや、じゃあ まだ全然、うん、じゃあまだ俺も練習やから。まあまあ、まだウォーミングアップやから。じゃあ次行く。まだこれから面白くなる。セレブな桃太郎にありがちなことは。きびだんごが松坂牛。あれ面白くない。面白くない。寝起きジェル君。いや全然起きてるけど。まあ次行くね。次。ああ、オッケーオッケー。ちょっと次身近なところ行くから。あ、オッケーオッケーオッケー。行くよ。うん。こんなストップリは嫌だ。シンプルに仲悪い。うんうんうん。あれ、面白くない。面白くない。あれ、もうなかった。え、面白くなかった。ちょっと僕の思い違いだったのかもしれない。あれ、え、調子悪い。あれ結構おもろかったのもねえけど。あー、そっか。あれ、マジか。あれ、すげえ、今日動画撮る自信なくなってきた。やばい、どうしよう。ちょっとそろそろ申し訳ないので、ネタバラシしていきたいと思います。すげえ泣いてきた。てってれー。何？ドッキリでした。うわー、どういうドッキリの内容がわからへん。盛り上がってるとこあるけど、どういうドッキリかすらわからへん。今回のドッキリはジェル君に大喜利を振って全く面白くないふりをし続けたら、ジェル君はどんな反応をするのかというドッキリでした。なんやねん、そのちょっと傷つくドッキリ。ほんまちょっとへこむドッキリ、なんやねんそれ。面白かったよジェル君。マジ？いや、なんかすげえショックやったわ。全くおらんからさ、俺今日動画もう撮れへんなと思ってたわ。ジェル君面白かったよ。ほんまに言ってるそれ。ほんまに嘘だよ。は？